ハイタニさんんっってそういういのあったんですかえどういうの実績があって最初全然勝てなかったけどこの人もともとゲーム前から伸びるんだろうなみたいな感じで教えてもらうみたいな <laughs> いやーもう俺は気が付いたらその格ゲー誤信にされてたから <laughs> か<に>17ぐらいの時に1回セーバーのサスカッチで優勝しただけやのにはい。 気がついたの,いたのそうなってたからだからそれは逆にだから言うともうそれを超えちゃってるよねだからもちろんその期待をされるっていう立場でもあったけど、うんうん、その <laughs>、はい、なんでお前がやねんみたいなとこもあったしそのょあまりに障害が大きすぎるやん言葉がでかすぎるやん攻撃あっ違う格ゲ合心閣議合はちょっとさすがにってい <laughs> う <ん S 2> はいはいはいだからその よりもっとなんか当時からす多分もうちょっと重,、うん、重いものやったかもねああ<ー>、うん、え、プレッシャーだったりしないんですかそういうのっていやだからなんかプレッシャーもそうやしなんかそのな,、うん、なんやろな言われるよねやっぱりその目の敵にされやすいよねどうしても <laughs> <laughs> え、マジっすかいやいやそれはそうでしょう当時だってもうみんなギラギラしてて はい、ねえ俺と同じ世代の人もいっぱいおるしうん<ー>、うん、いやそれはそうそうよでまあよくもしてもらったこともいっぱいあるから <laughs> 別にあの全然プラスのは大きいと思うねんけど、はい、まあまあそういう感じではあったね、うん、えっんか言われたりするんすか格ゲーについていやーまあなんであんなやつがみたいな普通に言われてたりだ俺夜中に呼び出されたりしてたのね ゲーセに何それ怖電話電話に変わってきていやそれはまああの優生が知らんプレイヤーなんやけどはい電話いや別にお前なんかみたいなちょっと色の関上で勝負しろみたいななんか可愛くないですかいやいやあったからねうん普通に普通にあったよでなんかなんかこ種目モぐらいでやらされてみたいないったん連れだもそれいやいったね 勝負してる行ったんだ <laughs>、うん、<laughs> これ初めて聞いたらいや全然そんな時代ですよえー今と全然違うんすねいや今とはまあそうだねやね今もプロがあるしねもうん、そんなあれないけど、うん、まあまあ当時はやっぱまあちょいちょいあったねそういうのはオ、うん、<laughs> ンライン対戦じゃあってゲーセン行くっていうのはなんか時代感じましたねああそうゲーライン対戦とかじゃ無理やから あ近いな。<laughs>